再生ありがとうございます。おめペンでございます。ダークソウル3実況、今回もやっていこうかなといったところなんですが、前回言ってなかったあのドラゴンのねいるところのこの階段を登ってみようかなと今回思ってまいりました。ちょっとねいろいろ、歩いたりしたんですけど、どこだろうとわけで、行ってない場所片っ端から行ってしまえという結論に着きました。火を吹けドラゴン、そしてその通路を倒してしまえ。よし、どう上のも倒してくれた。そして私はこいつをひたすら倒す。勝負だ。相手のガードクラッシュできたんでしたっけね。ちょっとチュートラル忘れちゃったんで見りゃよかったな。説明書何でできないか今。よし、しゃー、どこまで、あそこまでか。行ってみましょう、行ってみましょう。どっち行くのが正しいんだ。走り抜け、走り抜け、走り抜け。わお、あいで、あいで、あいで、ちょっと待って、長い長い長い。いつまで焼けてるんだここは。今あっちあっちあっち、あれ開けれる、あれ開けれる、俺開けれる、開けれない。マジ、あー熱いぞ。飛び降りよう。あぶね。待って、でもあのアイテムは欲しいな。あれを取れるかな。2回吹くんだよ、多分ね。2回吹いて、ちょっと待つ、待つイメージ。これが、収まるじゃろう。今。あっ、つつつつつつつ。やべやべやべ。とうとう。とうとう、ゴリ押せゴリ押せ。あー、いけてて、開く、開く、はい、よし、まず来れた。ちょっとね、ちょっと進んでみましょうか。ん、何てんだここ。せっかく来たんでちょっと奥を見ていこう。いいかな、こっちか。ドラゴンうるさいですね。敵はいなさそうかな。あ、もうドラゴンのとびっくりするな。もうここ大丈夫。おお、待って、なんでそこに血だまりが。この宝箱やばいんですか。見せて。あ、開ける。放せ、食われてね。やっぱモンスターか。残念だったな。でかっ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、離せ離せ離せ。強、嘘でしょ、知ってても。嘘でしょ、嘘でしょ、なんでだよ。マジか、知ってても。くそ、ちょっと今の場所までカットしましょう。ソウルは取り戻しましたけど、あの宝箱はダメですね。多分ロックもできないんで、近寄っちゃいけないやつですね。即死トラップってやつだ。よいしょ。でここね、ショートカットかな。開く、買っちゃったな。なんだなんだ、ここどこだよ。あ、ここに繋がるのか。止まると、え、あそこ怖いね。あ、よし、アイスが行ってからあの上のかがり火にたどり着けるってわけですね。ほいよ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 。このね、何でしたっけ、すごい短い剣みたいな、ソード的な、痛い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 、お前強いですね、このソード的なやつも。いいで、あぶねえ。
なみにあの鎧はどこ行ったんだろう。帰ってくんの、帰ってくんのかよ。あー危ねえ。マジっすか、危ないな。あそこ行ったらあの上でたがり火があるので、そうですね、ちょっとドラゴンの方のアイテムを取りに行こうかな。ちょっと行ってみますね。まあ、特に何もなかったらそのままカットかな。アイテム、あの奥のも取りたいけど、あの奥燃えてるよね。あれ取ったら死ぬかな。あーちょっと待って、これ行ったらちょっと行ってみましょう。あいだ、早かった。あいだ、やったやった。あいだ、ダッシュ、これ行こう。いやー当たるー。あでもここ燃えて痛い。待って、あなんとか、あでも降りるんじゃなかった。元の向きまで下がりましょう。降りちゃダメじゃない、いけるんだな。でも一応、でもちょっとかがり火行こうか。すぐなくなっちゃったし、これが行ったらあっちのかがり火に行こう。エストビンないのであっちは多分行けないんだろう。ちょっとアイテム見ましょうか。双眼鏡がある。熱っ、ちょっと待って、出すぎた前に。ダメだ、危険なので帰ろう。死んだら元も子もないのでね。開いた、今まだ平気。オッケー。うー、吐かないんかい。決死のダッシュだったのに登る。うー、でもここは取らずでも他に行く場所ないよね。ただのショートカットですかね。どんな、おお。上に行って私も行く。危ない危ない。でちょっとかがり火まで帰りましょう。死にたくない。一旦ね。帰ろう帰ろう。休息。レベルはまだいいかな。あでも5000もある。ちょっと一回レベル上げてきまーす。ですね。ただいま、あの屋根の上にトカゲがいるところを、戦わないでかいくぐって下まで来て、この鎧がかっ歩したところをね、ちょっと。行ってみようかなと思います。こんな鎧を無視で行く、もしくは倒せやしないかと。背後から一撃でドンといけないかな。もう一回こっち見てるんでちょっと待っててくださいね。何をしてるんだろう。怖い。背後つけるのかな。倒さないと無理ですかね。倒さないと無理だ多分。はい、わかりましたので次でいきますよ。行くよ行くよ。嘘だ、ちょっと待って、なんで、なんで分かった、なぜきさんは分かった、私の。あぶれ、
いいで、やっと待って、回復するよ。強い、今攻撃してんのに、攻撃した瞬間なのに、なんでそんな両手持ちだった。いやー強い。ひっそり近づけないんですかね。あ、あー、嘘でしょ。さあ鎧リベンジでございます。あ、待って、こっち行ける。なんかある、なんかある。黒火炎壺。おお、ここに繋がってんのか。こっちはいけないか。まあいいや、下戻ったらちょっとめんどくさいのでね、このまま当初の目的を達成しよう。あれ、甲冑どこ行った。あれ、いなく、あぶねえ。ここに入り口があったとは。ちょっとこの横から進んでみようか。いる、一人。あれ、なんで鎧ないんだろう。よいしょ、こいつだけかな。 OK、 取ろう、かけら。まあ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 。で、どっかはしごがあるとかそういうことではない。あはん、まあここは休憩所か。いる、相当近づいたらいけんのかな。いや、声どうしようかな。どうしたらいいんだろう。そこまで来るよね。嘘、気づくの。やべ、あ、いいで、回復。やるよやるよ、よし。お、今、マジか。両手なった。逆に、そのって回復しよう。危ない。でパリーとかしてみたいな。いいで。うわ、強い。パリーをちょっと練習しろということかな。できるのかな。ちょっとパリーしてみたいな。できんのかな。ちょっと試してみましょうかね。パリーのタイミングが全然わからない。危ない。ああ。パリーをするチュートリアルも欲しかったな。よし、ソウルを取り返した。はあ、よし、行くか。あいつが来て、あ、ゆっくりやったらいけるのかな。しゃがむとかないよね。やった記憶ないもんな。ゆっくり行ってみましょうか。ゆっくり、あの人と同じぐらいのペースで追いつけねえ。あ、ダメだわ、全然無理だ。ほっ、今惜しい。もうちょいもうちょいもうちょい。おっと、いて、
危ない、回復回復、あっぶねー、もう一回もう一回、強い、今やったぜ、おい、やったぜやったぜ、なんか落としはしない、やっちゃいったので、ちょっといろいろ、あ死んだのか、なんか大丈夫かな、こちら大丈夫か、あいたよ、ほっ、残念だったな、お見通しさ、うわ下いっぱいいる、うわまたこれはなんとも、光ってる、シャッシャッス、痛いわ、サルブロードソード、よさせな剣が出たんじゃないですか、よさせ、よさげな、ちょっと持ってみよう、今鎖貫きをやってたんですが、ちょっと待って、装備、あーそうかそうか、 OK、 あクラブもういいか、ブロードソード使ってみますね、あ弓もある、そう弓も拾ったんですよね、ちょっと後でそのうちだな、試してみましょうか、3箇所目にロングボウを一応やっときましょう、これでこれが弓か、ちょっとブロードソード振り遅いね、ん弓構えて引いてキャンセルほっほっ、おぉ、シンプルですね。溜めて、切る。おぉ、一歩出してくる。なるほどね。ちょっと使ってみましょうか。私はレイピアが今のところ楽しいかな。レイピア系。直剣ですかね。三国無双の、まあ、後の方を。あ、待って、いけるの？そっちいけるかな？いけないよね。ここ、取れないね。新三国無双の結構新しいやつで、確か装備が直剣に変わっちゃったんですよね。私は直剣よりも何ですか、ダースモールみたいな両陣って言ったらいいのかな、双陣なんつったらいいんでしょうね、が好きな、なんで死んだの、ここで結婚に触れてみてみましょうか、全然結婚に触れても出てこないよ、触れる、出てこーい、え出てこない、サーバー不安定、あダメですね、なんでこれ死んだんだろう、この宝箱か、もしや怖いわ、これ死んだんでしょ、やめときましょう、立つな立つな立つん、はい、ブロソードも強いですね、使ってみると意外と出が早い、ん？ここでも死んでる、あの宝箱のせいなのかな、いやこれ勇気いるな、やって全力で走ったらどうなんだ、それ、あ、大丈夫だ、ほら本物だ、お、なんか銀和紙のカイトシールド、ちょっと良さそうな手に入りましたよ、装備チェンジ、パリーはねとても難しかった、はっきり言って、あれできたらすごいね、
これでもいいかな。武器戦技が使える。ちょっとああ硬くなって、物理に硬くなるって感じかな。まあそうだね、これいいんじゃないかな。重量のね割合とかいまいち 100% いかなきゃいいと思うんですが、はい変えてみましたよ。これさっ、あ早くね、あれ早くない、さっさっ、あー L2 でこれちゃんと一瞬で持ち帰ってくるんですね。え何これ、話しても何もしないですけど。おおかっこいい、おおかっこいい、これ結構大事だな、ブロードソード。でレイピアはシャッ、そうでしたね。この方がいいんじゃないかな。いろ戦技を待って、そうか戦技は FP 使うんでしたね。ちょっと今ポンポンで釣った試しで、しくったしくった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしてまた他の動画を見てみてくださいね。要望等はコメント欄かツイッターまでよろしくお願いいたします。